じゃ、こらじ、公開収録はい、第2弾ということで、え、以前ですね、年末スペシャルの時に公開収録やったんですが、で、私あれ、あんまりね、聞いていただけないかな <laughs> と思ったら、あの、アーカイブで結構回していただいて、まあ、なんかいろんな方が宣伝してくださったり、面白かったよって言ってくれたのもあるんですけど、にしてもあんな普通の雑談会みたいなのが、 あの、聞いていただけるとは思わなかったのと、あのー、なんて言うんですかね、生収録すると、やっぱピリッとするんですよね、普段の収録と違って。いつも一人で撮ってるエピソードっていうのは、なんか、ダラダラやってるので、結構無音の時とかあったり、休憩でお茶をがっつり飲んでたり <laughs>、リスナーを意識しない瞬間がたくさんあるんですけど、やっぱ、公開収録、あの別に誰も聞いてないんですけど、一応、 えっと、公に喋ってるぞっていうのを意識することによって、あの、フィラーをなくしたい。フィラーって言ってねこれ、あのーとか、えっとーとか、そうですねー、みたいな、ちょっと、なんていうんですかね、リスナー的には邪魔になる、ノイズになるようなワードを意図的に減らそうと努力しているんですが、それの練習になるかなと思って、まあ、雑談はやっていきたいなと思ってるんです。っていうのと、あとね、どうでもいい話をしたいなっていうのはめっちゃ思っててね、 普段このチャコラジではですね、チャコラジ EX では主に自分のなんかね、好きなものについて、えー、テーマ決めて喋ってるんですけど、そうじゃない、本当に取り留めのない話をする場も一個あると、なんか自分の <laughs> アウトプットの場になるんで、あの、いいかなと思って、今年から雑談会を不定期でやりたいと思って、今、えー、1月24日火曜日の 午後8時5分前、7時55分なんですが、に始めております。でですね、えっ、ー、と、もうお分かりかと思うんですが、今ね、風がすごくて、これもうだいぶノイズが乗ってるんじゃないかと思うんですけど、今日は、あのー、今季最大の寒波が襲来ということで、あの、国土交通省から緊急発表っていうのが出されてましたけど、<laughs> っていうような日の夜、 に収録していまして。で、今、うちがね、ちょっと家がめちゃくちゃ古くて、わぁ、すごいですね。今、家が揺れてます <laughs>。すごいガタガタ鳴ってて、ノイズがね、普段のマジで5、6倍入ってると思ってて、いつもね、もともと音質は良くないラジオなんですけど、その、できるだけ風のない日を狙って撮るように努力はしてるんですよ。でも今日は <laughs>、 <laughs> あの、今日ね、家族がちょっと出かけてって、家で、私が一人で収録、夜に収録できることがね、レアなので、まあ生放送やっちゃおうっていうことで、今日はね、ちょっと強風の中ではございますが、外雪も降ってるんですけど、降ってるんですけど、まあ観光しちゃおうということで、ちょっとノイジーな感じになりますが、まあトークの内容はいつもと変わらず、取り留めのない話ではあるんですけど、<laughs> まあ盛り上がるんじゃないかなと勝手に思ってますので、はい。いつも以上にダラダラ、 聞いていただければ幸いでございます。はい。というわけで、えー、チャコラジ、えー、公開収録、第2弾、始めてまいります。よろしく、お願いします。はい。てなことで、今ね、4分くらい喋って。まあ、これでもうオープニングトーク、いいんじゃないでしょうか。<laughs> 今、実はですね、普段の収録の時にはやってないことを実はやってて、えー、お酒をね、入れております。今、この瞬間はコーヒー飲んでるんですけど、その前はね、あの、梅酒を、 ちょっと死ぬほど飲んじゃってて、ふわーっとほろ酔いですが、適当にゆるく喋っていきたいと思います。で、あまりにも、その、ゆるすぎて、もう、ノープランで喋るのはちょっとさすがにきついので、一応ですね、テーマを持ってきました。2本テーマがあります。まあ、トークテーマ雑談を今後はね、していこうと思っておりまして、一応、 なんていうんですかね、コーナー名って言ったらあれですけど、この雑談する回の名称といたしまして、雑談賞っていう風に名乗っていきたいと思います。雑談と談笑というのを掛け合わせて、まあ雑談賞っていう風にしてるんですが、雑談しよう。レッツ雑談っていうのもかかってます。あと、すごいな、風の音が <laughs>。あと、雑談賞ですね。ショータイムの賞っていうのもかかってます。 ので、まあ、一応テーマを設けて、中身はないんですけど、オ <laughs> チもないんですけど <laughs>、まあ一応なんていうんですかね、雑談ショーね、ショーとしても機能するような、えー、雑談ショーをやっていきたいと思いますので、はい。で、その気になるテーマなんですが、本日は、ちょっとどれにしたっけあの、雑談のネタストックが死ぬほどあって、これもね、日々生きてると、もう無限に湧いてきて、 ストックしてるんですけど、えーどね、今日読もう、今日喋ろうと思ってたテーマがあこれですね。2つありまして。1つ目。その辺でちょっとふらふらできる人が羨ましいっていう <laughs>、えー、ちょっと長いタイトルなんですけど、まあ、そのままですね。で、もう1本はね、ちゃんとしてる人ってすごいっていう、えー、テーマです。今日はこの2本立てでお送りしていきます。よろしくお願いします。 では、編集点も作ったところで、最初にね、ちょっとこの話から行きたいんですけど、まあ、数ある、この雑談商用のテーマ、まあ、いっぱいあるんですけど、今日これを選んだのにはね、一応理由がありまして、まあ、さっき家族が、えー、外に出てって、私が今一人だから収録できてるって話したんですけど、あのー、まあ、家族っていうのはあれですね、あの、私の旦那の、まあ、ゴリラ先輩って、 最近では言ってるんですが、このラジオの中では。ちょっと見た目がゴリラに似てて。えー、同級生なんですけど、私より誕生日が早い誕生日が先に来てるので、私より先輩っていうことで、まあ、ゴリラ先輩っていう愛称をつけてるんですけど。そのゴリラ先輩がですね、えっ、ー、と、明日、なんか平日なのに、ちょっと仕事を、なんか、なんだっけな、年休か。年休みたいなのを取ったって言ってて、で、 明日はフラフラする。ちょっとフラフラしてくるんだって言ってたんですよ <laughs>。それでちょっとこのテーマを出したいなって思ってたんですが。あのね、私それできないんですよ。マジで。彼は、なんて言うんですかね。本当になんかあるじゃないですか。生きてて。別に友達と遊びに行くとか、家族で出かける予定もないんだけど、あのー、 微妙に3、4時間時間が余る瞬間ってないですか午後からはちょっと予定が入ってるとか、まあ学生だ、学生さんだったら授業が入ってるとか、あの人と待ち合わせがあるみたいな予定が、まあ例えば4時から、午後4時から入ってるとしましょう。で、まあ朝適当に起きて飯食って、ちょっと一息ついてテレビ見て、なんか11時ぐらいから暇だなみたいな。 え、でもなんかな、こっから4時間家でダラダラするのもったいないしな、どうしようっていう時に、えー、彼はね、ふらふらできるんですね。ちょっとふらふらしてくるわ。その辺、ふらっと行ってくるわってたまに言うんですよ。私はそれが、できない。本当にできなくて。で、あのー、ふらふらするってどういうことなんだろうって、長年思ってたんですけど、でね、 この疑問を、この疑問に、あの、真正面から向き合わなきゃいけない事案がね、この間発生したんですよ。それこそ、そのゴリラ先輩が、なんかね、どっか出かける用事があって、で、私が、なんかそれのね、ちょっと車で迎えに行かなきゃいけなかった、なんか送り迎えをする役割が任されちゃってて、で、そのね、お迎え行くまでに、なんか謎の2時間ぐらいの空白ができたんですよ。 <laughs> で、駅に迎えに行かなきゃいけなかったんです。なんか飲みに行ってたかなんかで、車運転できないから迎えに来てっていう話だったんですけど、で、駅に向かわなきゃいけない時間は決まってると。で、今、その駅のある地域、あのー、〇〇区とかね、あると思うんですけど、その区内とか町内にはいるんですが、あんまり遠くに行くと、その待ち合わせの時間に、お迎えのね、時間に間に合わないので、 その、あと1、2時間どこでどうやって過ごそうってうのをすごい困った時があったんですよ。で、それこそさ、何時だったっけなえー、っとね、なんか昼に飲んでて、ゴリラ先輩が昼に飲んでて、で、なんか、どっかでしゃ、喋ってるかどっか遊びに行って、夕方くらいに戻ってくるみたいな感じだったんで、5時か6時くらいにね、駅にお迎えに行くはずだったんです。で、 私としてはね、3時過ぎぐらいに暇になって、あと2時間ぐらいどうしようってなった時にね、あのー、本当にわかんなくて <laughs>。まずね、ご飯をもう食べてるわけ。昼ご飯食べてるしで、夜ご飯は食べる予定が、あの、あったから、いや、完食するわけにはいかないなと思って、パンケーキ食いに行くわけにもいかないし、なんか、 ドーナツ食うわけにもいかないから、その、マックドナルドに行ったり、ミスタードーナツに行ったり、あの、私今愛知県に住んでるんですけど、あの、愛知県でメダコーヒーっていうね、コーヒー屋さんが死ぬほどあるんですけど、メダコーヒーに行くこともできないし、ってなってくるとね、なんかその、飯を食って、飲食店で時間を潰すっていうもうアイディアは、完全になくなるんですよ。で、どうしようって思った時に、次に出てくるのが、 えー、イオンみたいな商業施設、ショッピングモールっていうのがまあまあまあ、次に出てくるんじゃないかなって思うんですけどね。私ね、イオンでさ、フラフラするのも結構苦手なんですよ。えっ、ー、とね、イオンに行くこと自体は別にできるんですね。普段、なんかオフの日があって、今日ちょっとイオン行って買い物するっていうのはできるんですよ。 ま、人混みが結構苦手なのはあるんですけど、昔よりはね大丈夫だから、そんな人に、人に酔ったりはしないんですけど、うーんとね、目的なく行動することが本当にできなくて、例えば、あの、私イオンとかでよく行くのが、あの、ヴィレッジヴァンガード、ヴィレバンね、なんですか、何でもある本屋さんみたいなね、あの、雑貨屋さんみたいな、えっと、何でも屋さんがあるんですけど、あそことかは結構好きなので、 ええとね、ただし、それはね、ふらふらしていくわけではなくてえ、ビレバンに行きたいと思って行くんですよ、初めから。今日イオンに行くって決まったら、あ、じゃあ、ビレバンと、えー、なんか300均、あの、3COINS みたいなところと、えー、なんだ、なんとか本屋さん。 えー、木の国屋書店とか、なんとか書店とかに行きたいとか。紫スポーツに行きたいとか、ユニクロに行きたいとか、いろんな店舗を絶対決めないと私イオンに行けないんですよ。行ったとしても、マジで、ゾンビのように徘徊することしかできない風になっちゃうんですね。決めないと。何を見るか決めないと、イオンでゾンビになっちゃうので、という意味でね、その、 そのお迎えに行く日も、イオンに行こうかなって一瞬思ったんだけど、やばいまたゾンビになっちゃうと思って。で、まあ、イオンに行って、その普段ね、お休みの時に行くようなお店に行けばいいじゃんって思うと思うんですね。別にフ、ラフラら、適当に買わなくてもいいからビレバンに行けばいいじゃんとか、本屋さんに行けばいいじゃんって、なるかもしれないんですけど、あんまりね、気持ちが入ってないと、 <laughs> いけないというか、何ですかね。無の時間が流れるんですよね。ビレバンに行ったとしても、まあ、楽しいけど、これは楽しいのかな、とかなってきちゃったり、あと、もう時間を気にし始めてしまって、もう全くそのフラフラを楽しむことはできないんですね。一方、目的が必ずあって、 で例えばユニクロに行ってあのー、このダウンが欲しいウルトラダウンジャケットが欲しいとかあのー、こういう帽子があるかどうかを見に行くみたいな買わなくてもいいんですよこれがあるかどうかを見に行くみたいな目的があったらもうねユニクロに入るなり私はなんかその季節のおすすめ商品とかを無視してガン無視して、えー、ウルトラウルトラダウンがある場所に 直行するんですね <laughs>。欲しい、欲しい形のニット帽が売っているかどうかを確認したいという目的があったら、もうその売り場だけに行くんですよ <laughs> あ。なんかこれも可愛いねとかはね、あんまりやらないんですね。なんか寄り道しない。で、直行して目的を果たしたら、まあ、惰性で体力とか、あと気力があるときは、 なんか他のものもフラフラ見ることもあるけど、基本的にもうユニクロのタスクは終わり、クエストは終わりだから、もうすぐユニクロ出るんですね。で、次の目的のために行動するっていう感じなんですよ。だから、フラフラする場合は、それはできないのね。目的ないから。だって時間を潰すことが目的じゃん。ふらふらするって。そうだそうだちょっと今わかったわ。喋ってて。だから、フラフラするということの目的は多分時間通しなんですよね。多くの場合。 だから私できないんだと思う。時間を、えー、なんだろう。潰すために、用もないのに、店に入ったり出たり、することができない。っていう感じですかね。で、あのね、困ったのがさ、まあ、そういうことを頭でね、考えながら、いや、イオンなんか行ってもしょうがねえな。まあ、とりあえず車乗るかと思って車乗ったんです。車乗ったらさ、 どうしたらいいんだろうって思って、もうね、エンジンかけたんだけどさ、あの、ナビを入れようと思って、切りましたね、一回エンジンを <laughs>。これちょっと待って、行く場所やっぱ決まってないから、これ、ハンドル切ったらさ、事故するわ、と思ってエンジン切ったんですよ。で、またそこからさ、時間を潰すための、なんか、場所 そしてて適切なのはどこだろうっていうっい作戦会議が始まってそうさっき言ったように飲食店はないでイオンも意味がわからないから行けないってなるとあと有力候補なのがねよく私がそのどうしようもなくフラフラできない場合でも最終候補として挙げるのが図書館なんですねその公共施設に頼るっていうこと幸いねえゴリラ先輩と その、何待ち合わせ、待ち合わせじゃないわ。ゴリラ先輩を迎えに行った駅の近くには、えらいでかい図書館があって、すごい設備が充実してて、あとね、私の何ふらふらできるポイントで結構でかいのはね w i、Wi-Fi があるかどうかなんですよね。で、そこのね、図書館の Wi-Fi はすごいよくつながって、電波もめちゃくちゃ、あの、回線も早いし、いい図書館なので、最終的にね、図書館で過ごすことが多いんですけど、 まあ、図書館もね、難しいんだよな。図書館はさ、一応本を読む場所っていう目的がもう決まった場所じゃないですか。まあ、そんなこと言い出したらいいンだって買い物する場所だって言われたらおしまいなんですけど。で、図書館に行った時に私は困らないように、えっ、ー、と、この本のコーナーを探すっていうのをもう決めてる場所があって、私の場合は、図書館に行ったらまず、えっ、ー、とね、 あれど、どういうコーナーかな絵画絵画、えー、なんか彫刻、なんていうタイトルかななんか写真とか、そういう芸術的な分野の、えー、棚をよく見、見に行きますかねで、うーんー、私結構タイポグラフィーとか好きなので、タイポグラフィーってわかるかななんか、ロゴみたいな。 ちょっとかっこよくデザインされたフォントとかロゴみたいなやつのなんか作品集とかデザイン集とかがよくあるんですけどそういうなんだろう文章をがっつり読む小説とかを読むっていう風で頭を回転させるやつじゃなくて目で見てビジュアルでこう栄養を取り込むというか <laughs> 目で見るだけで情報が入ってくるパターンあんまり考えなくても 受信できる、味わえるような媒体の、えー、書棚に行くことが多いですね。そこに行くと、一応フラフラした気持ちになれるというか <laughs>、本当はフラフラできてないんですけど、でもそれもやっぱ目的的じゃないですか。その、何、えー、ビジュアルで読み込める本を読みに行くっていう目的がないと、やっぱり図書館にはずっといられないんですね。まあでも図書館は、あれかもな。私静かな場所が近年は好きなので、 空間として落ち着くし、あと本の匂いっていうかインクの匂いとか紙の匂いとか、あとなん、なんて言ったらあの図書館の独特のさ、なんか絨毯、絨毯張,張りの図書館って結構多いと思うんですけど、そういうなんか靴がさ、コツコツ鳴らない。全部絨毯が吸収してくれる床を歩くだけっていうあの時間も結構好きなので、あ、でもあれ、そうだなのそう考えたら私図書館は割とふらふらできる部類なのかもしれないですね。 今思った。なので、まあ、でも、そこ以外行かないかもしれないな。あ、あとなんだろう。辞書とかのコーナーは、行ったりするかな。あ、分かった。背拍子だ。背拍子を見てて楽しめるエリアとかは結構行くかも。辞書とか、なんかさ、ニッチな何なとか辞典を探すのが結構好きなんですよね。てか、そういう、 分野あるんだ、みたいな。<laughs> なんだったっけな、ね、なんかさ、昔の日本の、ええー、とね、もう今はないんだけど、こうこうこういう、えー、文化、江戸文化、みたいな時点とか、もうもっとクソマニアックな、なんか、こうこうこういう地方のこういう年代のこういう言葉を集めた時点とかがね、よくあったりして、あとなんかテレビ業界の <laughs>、 専門用語とか、業界用語を集めた、あれは辞典じゃないのかなまあなんかそういう、ちょっと俗っぽい本とか、いうのも、背拍子が結構煽ってたりして、これをと手に取るのはどんな人なんだろうとか、どういう読者層を狙って、この背拍子をね、このデザイナーさんは考えたのかなとか、そういうことを考えると、何がいいかっていうと、要は、フラフラすることの最大の目的ね、時間を潰せるんですよ。 ええと、あと何分でお迎えだなとかいうのを気にせずに、時間を意識せずに、えー <laughs> どうでもいいことに頭を使える。そういうことができる場所ってさ、図書館が結構適切な気がしてきた。私いつもなんか迷い迷ったあげく、しょうがなく図書館に行ってた人なんですけど、でもそう考えたら図書館って結構さ、目的的的に本読むこともできるし、何 頭使わずに読める、あのー、情報をインプットできる本も選ぼうと思えば選べるし、その、何えー、絨毯の上を歩くっていうだけでも過ごせるし、落ち着いて過ごせるし、え背、ー、拍子みたいなものを見て、これ買うのどんな人だろうっていうことにあ、思考を巡らせるっていうこともできる。結構あれですよね、多様な楽しみ方ができる場所ですね、図書館って。今更ですけど。 あとなんだろうな。え、そういう意味で言うとさ、だから、いろんな時間の過ごし方ができる場所っていうのが優秀なわけですよ。ふらふらする場所として一番優秀なのは、えー、何ただ買い物をするための場所じゃなくても、いろんな時間の潰し方ができる場所が最適解なんですけど、そういう意味で言うとどこがあるかな。 イオンはさ、なんでダメかっていうとね、ちょっとイオンの話に戻るんですけど、そういう意味で言うと、イオンはさ、うーん、私のこれは脅迫観念なのかもしれないんだけど、私結構冷やかしが苦手なんですよね。まあ別に、たまにやりますけど、何も買わずに店から出ていく行為をやりますけど、でも、なんかさ、あ、わかった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 めっちゃわかった今さ、イオンとさ、図書館の大いなる違いね。 店員が絡んでこないからだわ。図書館が好きなのは。イオンは、その、もちろん冷やかしたくない。嫌な感じがする。自分も嫌だってのもあるんですけど、店によっちゃさ、店員がさ、お前ゲームのキャラクターかよっていうぐらいさ。 客の後ろとかさ、なんか、半径何メートルか以内を突きまとってくる店が絶対あるでしょう。まあ、それはさ、そういう店の方針なんだろうけどね。お客さんが来たら、ちょっと近寄って行って、何かお探しですかとか、いつでもご試着できますから、お声かけくださいね。みたいなマニュアルがあるのは分かってる。そんなものは百も承知なんだけれども、私はね、ちょっとね、あの、何、言葉を交わすか交わさないか微妙なさ、お前、 クソ店員が近寄ってくんなよっていう、あの、非言語コミュニケーションをやるのも結構ストレスだし、その、店員さんの、まあ、合にもよ、合にもよるじゃないですか。本当になんか、店員さんもね、ごめんなさいねっていう感じで喋りかけてきたら、あ、この人はちゃんとこう、お客さんの気持ちを組んでくれてる人だなっていうのが分かったら、全然いいんですよ。こちらこそすいませんね。なんか見てるだけなのに、みたいなことは言わないんですよ。言わないんですけど、態度で、態度で伝わるじゃないですか。 そういうやり取りができる店は別にいいんですけど、そうじゃなくて、まあ、なんかマニュアルで、あ、客が入ってきたら、とりあえず声かける。はい、声かけました。はい。はい、ちょっと、え、まだ買わないんですかもうちょっと付きまといますけど大丈夫ですかみたいな、鬱陶しい店員さんがいるところだと、あー、もう最悪っていう気持ちになるんですよ。<laughs> あもう最悪って <laughs>。え、マジでそうなるから、あの、で、 そういう店か否かってのはさ、入ってみなきゃわかんないし、で、そんな店員さんによるじゃん。究極人間によるわけなので、ね。どんなにさ、いい社員教育が行き届いた店であっても、別にその人それぞれのさ、個性はどうしても接客に出ちゃうわけで、あの、ちょっと嫌な気持ちになる場合もあるわけですよ <laughs>。そういうさ、接客のさ、その、なん,ていうんですか 個人差 <laughs> 個人差がね、あって、それをさ、時間潰しのために、5件、10件って出たり入ったりして、ああ、この店の接客クソだったとか、あの店良かったなー、別に買いたい商品はないんだけど、みたいな、あのー、頭の中のね、<laughs> あの、コミュニケーション回路に、時間を、 なんか脳みそのリソースを割くのがしんどいんですよ。それだけで結構ストレスかかっちゃうので、私はね。そういうので時間を使うのが、結果しんどいから、全然ふらふらできないというか、もうぜいぜいしちゃうんですね。ふらふらってさ、なんかふらふらーってイメージでしょなんか軽く、軽く潰してるイメージでしょ時間。私にとってイオンはふらふらーじゃなくて、ぜいぜいなんですよね。だからもう論外。 わか,、ね、かった。だから、そう、接客が伴わない場所っていうのは、私にとってすごい大きいんだな。人とあんまり、そういうなんかどうでもいいコミュニケーション、しかも不快なコミュニケーションをする可能性がある場所に行きたくないっていうことですね。っていう意味で、図書館以外にどんな場所がある私がいられる場所。人が絡んでこない。接客はだからもう全部アウトじゃないですか。何かな漫画喫茶とか漫画喫茶誰も絡んでこないでしょ 個人でしょでもさ、そうなってくるとさ、すごいお金がかかるわけよ。その、いたかが一、2時間ね、近所で過ごすだけなのにさ、なんか、みたいな、<laughs> せこい話なんですけど <laughs> え。だから、図書館って超優秀じゃないただでしょ公共施設だから、ただだし、お、なんか、なんか、どっかのものが落ちましたね。失礼しました。<laughs> 風で何か落ちました。 図書館でね優秀なわけよ。ちょもう一回整理すると、えー、お金いらない、いろんな楽しみ方ができる。目的がなくてもいられる、えー、楽しみ方が用意されている。で、さらに、この、人がね、接客要素がない。他人が謎のタイミングで干渉してくる。そういう突発的なイベントが絶対にない。それを満たす、 あれ、ありますか場所。なくない飲食以外なくない飲食除外したらなくない無理だよね。市役所とか行くわけに行かないでしょ。<laughs> 声かけられちゃうもんね。どうしましたかって。公共施設ってもう限られてくるよね。市民館みたいなやつ。あのー、なんかありますよね。 公民館とか、市民館みたいなやつ。あの、学生さんがさ、よく、図書館以外にも、そういう公民館的施設で、なんか学習室開放してるところとか、市区町村によっては多分あると思うんですけど、そういう場所かな。でもなんかさ、それはそれでちょっとさ、お役所感が強すぎて、落ち着かないというか、めっちゃ静かにしなきゃっていう感じじゃないですか。 あそここそさ、目的なくいられないよなって思った。いやー、だから、今んところよ。今んところ自分の中の最適解。ちょっとその辺でふらふらするときの最適解は図書館以外にないんですけど、どうですかね。え私みたいに、ちょっとその辺でふらふらすることが難しい人にとっては、これ結構共感していただけるんじゃないかなと思うんで、 そういう人が普段仕方なく時間潰すときにはど、どこでどのようにして過ごしておられるのかをぜひ教えていただきたいのと、あの、でねでね、あのね、その辺でちょっとフラフラできる側の意見も、あのね、ぜひ聞きたいわけ。で、これ、この間ね、聞いたのよ。あの、ゴリラ先輩に聞いたの。っていうか、私喧嘩したんですよ、そのことで。<laughs> ちょっと口喧嘩したのけ。喧嘩って本当の喧嘩じゃないんですけど、全然喧嘩じゃないんだけど、あの、 そのね、1,2時間 <laughs>、1,2時間さ <laughs>、どうやって、えっ、ー、と、私が過ごしたらいいかわからないから、で、ゴリラ先輩はフラフラできる人なわけなので、あのー、そこでね、食い違いが起きたんですよ。で、私が初めてゴリラ先輩に、え、私さ、あんたみたいに、ふらふらできないのって言ったら爆笑されたんですけど <laughs>、あ、そうなんだ、ごめんって言われて、そこで、俺は、普段、 ええと、例えば、私をね、彼が、あの、なんか、どっかから迎えに来てくれる場合があるんですけど、その前の1、2時間を、どういう時に、どういう風に過ごしてるか、教えてくれたんですよ。ちょっと待ってね、メモしたわ。どうだったっけなフラフラリストをね、作ったんですよ。ちょっと待ってね、ちょっと待って、探します、探します。ええー、とね、え、待って、どこって言ってたっけまずね、ちょっと待って、思い出すわ、見つからないから。ええー、とね、スポーツデポ。 スポーツデポは、まず言ってて、要はなんか、えっ、ー、と、ジャージとかね、<laughs> あの、スポーツ用品店とか <laughs> は行くんですって。え、そんなとこ行くのって思って <laughs>。え、それはなんでって言ったら、あ、あったあったたた、これ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 、ありましたありました。そうそう、スポーツ店、まず1個目ね。スポーツ店は、それこそね、えー、広いじゃん、まず。 基本的に広いでしょ一店舗でドーンってある店は広いから、あと静かだし落ち着くっていう話してて、イオンより、うん、ザワザワしてないし、音楽かかってたとしてもなんかうっすらかかってるから、そんなに不快ではない。で、長いしてもあんまり店員さんにもなんか嫌な感じは出ない。その店舗は広いからね。それはすごい言ってて納得したんですよ。なるほどなと。で、いろんな商品あるから面白いし、 まあ、ジャージュとか見るの好きだし、なんか次来たらこういうの買おうっていう、なんか考える機会になるから <laughs> 好きって言ってて。で、彼はね、ウィンドウショッピングできるタイプなんで、めっちゃ羨ましいなって思ったんだけど。でね、あとね、4つ出してくれたの。えーとね、もう1個が私も行くね、さっき言ったビレバンですよ。ビレバンは、あのー、なんだろう。まあ、私ほどじゃないけど、まあ、ちょっとならいられるな。面白いものがあるからって言ってて、その予想外の、 えー、ものがあるっていう意味で、まあ、時間は潰せるよねっていう話はしてました。で、あとね。あ、私の発想と同じやつが楽器屋さんですね。えー、彼はね、ピアノができたりするので、まあ、別に音楽、ちょっと、なんだろう。親和性が高いというか。楽器屋さんにいても、なんか、会話しないですけど、こういうのあったろう。こういうの見たら面白いなって感じる、 のは感じるなんかアンテナみたいなのがある人なので、楽器屋さんもたまに行くと。でね、私の発想に全くなかったのが2店舗あって、それがね、1つ目が、ドンキドンキホーテです。で、私はもうマジでドンキホーテなんか、本当に買い、買い物という目的がなければ絶対に行かない。 なんか欲しいもんがないと、絶対にドンキに行こうなんていう発想にはならないから、え、ドンキ行ってんのっていう話したんですけど、ドンキ行ってるよ、とか言って。<laughs> え、どこで何してんの、ドンキーとか言って。<laughs> まあ、ドンキうるさいけど、その、なんだろう、いろんなものを見るっていう喜びとしては、ビレッジヴァンガードみたいな喜びはあるんですって。ちょっと、なんか変なものがいっぱいあって面白いでしょまあ、それはわかるなと思って。あと、ポップが面白いから、ドンキは。なんか、 派手な看板とかさ、あのー、見出しみたいなのが出てて。まあ、それはビレバも一緒なんですけど、そういうのあるから、ま、歩いてるだけで面白いかなとは言ってましたけど、へードンキー行くんだと思って。で、最後ねあ、その発想なかったなって思ったのがね、古本屋さんです。ブックオフ。ブックオフも行くよって言ってて、あー、確かにブックオフいいじゃんと思って、あのさ、本屋さん、あさあのね、図書館、 あととささっっきちらっと本屋さんの,の話も出たんですけどあのね、本屋さんは、ちょっとね、違うのよ。なんて言うんだろうな。本屋さんと図書館と古本屋さんの違いってすごい微妙なニュアンスなんですけど、まずね、えーとさ、本屋さんはもう売る前提じゃん。<laughs> いや、古本屋さんも <laughs> 売る前提なんだけど、まあ、明確な違いはまずそこでしょあの、 えー、古本屋さん、プラス、普通の本屋さん、バーサス、えー、図書館のくくりで言うと、まず、売るか、売らないか、っていう違いがあるじゃないですか。で、その、売るぞーっていう気持ちが一番強いのが、普通の本屋さんね。木の国屋書店とか、あの、何ですか純ク堂とか、ああいうところが本屋さん。それは売るわけですから、なんかね、圧が強いんだよね、個人的には。あの、帯とか。 ポップとか、平積みコーナーとか、あのなんか場合によっては、モニターとかあるでしょテレビのモニターとか。この人気小説がついにアニメかとか、ドラマか映画かうるさいんだっていうの <laughs>。もう、本屋さんは静かな場所だろうがって思ってんのにさ、そこのエリアだけうるせえのモニターの音声が。もう、もう分かったわ、お前。本屋さんをどうしたいんだと思って。 もうそういう本屋さん大嫌いなんですけど、もうそのエリア絶対行かないんだけど、もう奥の方にある、なんか、なんか手が入ってなさそうなエリアに行くんですけど、まあそういう意味でうるさいんですよね、本屋さんって。広告がうるさいって感じ。売る気がうるさい。売る気持ちがうるさい。<laughs> ボルクス言ってる本。本好きですよ。で、古本屋さんはね、あのね、個人的には図書館と同じ仲間だと思っていて、もちろん売るか売らないかの差はあるんだけど、何かっていうとね、 あのー、他者の、えー、怨念 <laughs> ちょ、っと待って待って。やめやめ。言葉選ぼう。怨念っていうか、な、何ですかあの、年季があるじゃん。わかる図書館の本も、まあ、新書で、そのまま新しい本として入ってきた場合もあるんだけど、なんか、図書館であるでしょう。こう、いらなくなった本を図書館に譲りますとかいうシステムあるじゃないですか。つまり、 えー、どこかの誰かが読んできたストーリーとか歴史とかそういうものを背負った本が集まってくるのが図書館でしょ新書だとしても新書で、えー、あの図書館に加配されたとしてもその本をたくさんの人が、えー、借りて返して借りて返していろんな人のその行き来するでしょだから場合によってはさ書き込んじゃいけないのにさ図書館の本にさ なんか鉛筆で薄くマークしてあったりさ、折っちゃいけないのにさ、あの、どっかページの端っこを折って目印とかつけてるわけよ。そういうのを見る喜びがあるわけですよ。なんかこれは、たくさんの人の手を、あの、通って、ここに、私の手にあるんだなって思うと、そういう文脈を組むのがなんか私は好きなんですね。で、同じ話で、古本屋さんはもう、それの最たるもんじゃないですか。だって、 もう、誰かの手に合ったものが来た、集まった場所なわけですから、もう、怨念の、なんか、大集合でしょ怨念大集合の場所でしょ <laughs> 別に、怨念じゃないんだけど <laughs>。なんていうのうストーリーがあるじゃん。その持ち主のね。元の持ち主のストーリーが集まってくる場所だから、あのー、ただ中身に興味があるとか言う以前に、あのね、あ,あの辺とか見ると面白いですよね。あの 古本屋さんは自己啓発本とかビジネス書とかの棚を見てるとめっちゃ面白い <laughs>。もうなんかすごいさ、もうお前全ページに傾向マーカー引いてんじゃねえかみたいなところにさ、あの、そういう本がさ、<laughs> あったりしてさ、いや、それをここに売ってるってどういうことなんてお前、このなんか、 100日でなんか年収何百万の本にめっちゃマーカー引いてるけど、お前100日で年収何百万になったんかみたいなさ <laughs>。そういう突っ込みとかが発生するんですけど。いや、なんかそういう喜びがあるから、ブッコグ天才じゃんと思って。ブッコグに行くの、ま、本、本をね、本の、本以外の文脈を、その読み取ろうとする私のなんか変な、 性癖みたいなものから考えると、図書館以上にぶっ、ああ、ぶっこふか。ぶっこふめっちゃいいなって。ゴリラ先輩の、えー、意見聞いて思ったわけ。だから彼はさ、相当フラフラする能力高いよなと思って。もう私、マジ、フラフラする能力1とか、レベル1とかなんだけど、やつはね、100ありますからね。もう相当フラフラして生きてると思う、日々。素晴らしいと思った。 いやだから皆さんもそのフラフラしてる場所が普段あるならば今あげたねスポーツ店、楽器屋さん、えー、ビレッジヴァンガードみたいな、えー、雑貨屋さんとか古本屋さん、ドンキホーテみたいな場所以外に えー、あと、図書館ね。以外に、フラフラする場所があったら、おすすめのフラフラスポットをね、ぜひ教えてほしいです。あのー、これ、アーカイブ聞いてる方だったら、あの、お便りとか、でもなん、なんか、ツイートとかでもいいんで、本当に送ってほしい。で、私のフラフラする能力を、ちょっと、なんか、経験値プラスさせていた、いさせてほしいですね。ってのは思いました。はい。というのが、えーと、 トークテーマ1その辺でちょっとフラフラできる人が羨ましいでしたはいちょっとコーヒー飲ませてくださいねさあいかがでしょう、えー、今ね30分経ったんですがこれ1時間で終わらせる予定なんですけど <laughs> じゃあこのままですね後半に入りたいと思いますがちゃんとしてる人ってすごいっていう話を、えー、後半でして、まあ、今回の雑談は終わりにしたいと思いますが えーとね。私、どうですかね。リスナーさんから見て私はちゃんとしてる人に見えているのかいないのか、ちょっと疑問なんですが、私は、どちらでもなくて、ちゃんとしようとしてる人ですね。多分。まあ、で、昔は全然ちゃんとしてなかった人でしたね。100%。昔ってのはどれぐらい昔かっていうと、えー ま、大学、学部の時は確実にちゃんとしてなかった人ですね。学部ぐらいまでは。あの、で、ちゃんとっていうのはね、基本的にまず衣食住のことです。衣食住をちゃんとしてる人ってもうまずすごいよねっていう話なんですけど、私、衣食住がちゃんとできなくてさ、えっと、まずね、衣食住の、いいでしょ服を着るはまあできたか <laughs>。 当たり前なんですけど、い食か。食とね、ああ、ま、食、銃も入ってくるか。まあ、まず食ね。食よ。ちゃんとご飯を食べる人ってすごいなって思うんですけど、私じゃ全然ちゃんとご飯食べてなくて、うーん。なんかね、て,てかね、大昔はね、ご飯に興味がなかったんですけど、もっと言うと、小学生の時とかさ、えぐいぐらいね、食べるの遅くて、で、一日、 マジで、二食で、えー、嘘、一食で良かった人かもしれない。あの、朝ごはんは、なんか菓子パンをね、食べる家だったんですけど、なんか母親が作るとかそういう文化なくて、とにかく家にある菓子パンをどれか一個、もうどれでもいいから食えと。もうそれぐらい私はなん、とにかく朝ごはんを食べるのが、本当に苦痛だった。 一口も喉通らないし、なんならね、食べながら寝,寝てたんですよ。あまりに、食べることに興味がなさすぎて。<laughs> 口にクリームパン突っ込んでよく寝てたんですけど、バシン起きなさいとか言って、口動かせって言われて、飲み込めとかよく言われてたんですけど、とか、あの、口にパン突っ込んで、最後の一口飲み込めずにトイレに行って、そのままトイレで寝るとかよくやってましたけど、なんだけど、あの、 なんかね、それぐらいダメでしたね。で、給食食べるじゃん。給食もくっそ食うの遅いし。で、晩ご飯もね、3時間ぐらいかかってましたね、毎日。もう、とにかくね、食べることに関心がゼロで、食べれなかった。から、なんか、3食食べるってすごい、すごいんだなって今は思いますね。今はちゃんと、今はちゃんと3食食べてるんですよね、恐ろしいことに。でも、3年ぐらい前までは朝ご飯食べてなかったなコーヒーだけだった、朝。 あの、教員やってたんですけど、教員時代も朝コーヒーだけでしたね。子供には朝ごはん絶対食べなさいとか言うくせに <laughs>。先生今日朝パン食べたよとか嘘ついて <laughs>。本当はコーヒーだけだけどなって思いながら嘘ついて、子供には言ってましたけど。で、何ですかね、給食食って、なんか晩ごはんもさ、もう、 当時はね、教員時代は疲れてるからさ、もうなんか本当に死人みたいな顔でさ、なんか顔青くしながら晩飯作ってさ、顔青くしながら飯食ってで、一時期本当にひどかったのは、あの、もう体調がやばすぎて味しなくなった事件がありましたね、ストレスがかかりすぎて。なんかご飯の味がしないっていう時期が1ヶ月か、2ヶ月弱ぐらいかな、あったかな。 っていう意味で全然なんかもう衣食住の食が全然ちゃんとしてなくて本当にひどい人間としてひどかったなっていうのはあるんですけどあとね衣食住の「10」がねやばくて「10」ってのはこれ本当に住所の「10」なんですよあのね住所変更をちゃんとする人って偉いなって思ってて私ねえっと1年ぐらい住所不定だった時期があるんですよ <laughs> これやばいんすけど、あのね、大学院に行っちゃった時に、なんか、えっ、ー、と、実家から離れて、3年間大学院に行くコースだったんですけど、その大学院に行ってる間、まあ、実家から近いし、いっかと思って、住所変更住民票か。住民票を写さなくて、で、なんかね、転居届だけ出したんだわ。そうだそうだ。転 だけだけ出して、普通、その、なんか何日か以内に、その、転居する先の、え、市役所に行って、転入届を出すんですね。で、転入しましたよってことで、こう、住所の移し替えが完了するんですけど、私、転出だけ出して、なんかね、もうそこで飽きちゃって <laughs>、もういいわ、めんどくさい。また市役所行くの嫌だと思って、転入届をサボって、私、で、なんかね、 今の住所を証明しなきゃいけない書類を発行しなきゃいけなくなって、その時に、え、あの、すいませんけどって言われて、なんか市役所の人にね、いつ頃お引っ越しなさいましたかとか言われて、えー、何年の何月ですけどとか言ったら、あの、なんかな、ちょっとわ、よくわからないんですけど、<laughs> 住所がなくて、とか言われて、<laughs> 住所がなんか今ないことになってます、とか言われて。 え、なんすかそれとか言われ、言った。私もさ、もう覚えてないからさ、引っ越した事実だけがあるから、それを、なんか証拠に自分もさ、え、なんかそんなはずはないです。とか言って、でも転入届を出された記録がないですね。っていうことを言われて、初めて、あ転入届ってこういう時に必要なんだっていうのを初めて知ったんですよ。で、そこから、その1年越しぐらいに転入届を、やっと出して、住所が、 宙に浮いた住所がやっと地面に、あの、ついたっていうね、恐ろしい話があるんですけどいや、そういう意味でさ、もう、ひどいね。だから、ちょっとマジでね、引っ越す人とか、ちゃんと転出、転入をする人はね、偉い。毎回毎回さ、めんどくさくても市役所に行って、手続きしてっていうのをちゃんと踏んでる人は、本当にすごいなって思う。 もうね、めんどくさいで全部を済ませてたなって思いますし、で、もう一個ね、まあ、衣食10の、多分10に関係するかなって思うんですけど、ちゃんと布団で寝る人は偉いなと思って。あのー、まあ、衣食10のさ、10はさ、屋根のあるところでちゃんと寝床があるっていう意味も含むと思うんですけど、私寝床がさ、本当に安定しない人だったんですよね。それこそね、大人になってからだわ、布団で寝るようになったの。 子供の時さ、マジでさ、布団で寝るのが嫌なんですよね。なんか知らないけど。布団で寝るっていうのが分かった。なんかね、親に言われた通りに動くのがなんか嫌だったんでしょうね。だから、ソファーで寝てみたり、こたつで寝てみたりっていうのをやって、で、当然寝心地は悪いわけ。もう次の日起きたら背中はバキバキに痛いし、めっちゃ寒いし、なんかもう風邪引く一歩手前みたいな体調になってるんですけど、でも、なんか布団以外で寝てやったぜ。 みたいな気持ちはちょっとあるんですよね。いや、布団以外で寝ちゃったなぁみたいなのがあって、ちょっとそれはすごいね。で、今もね、たまにやりたくなるの。たまにこたつとかに入ると、うわ、このまま寝てぇなぁって思うんだけど、あのね、なんで布団で寝られるようになったかっていうと、答えは簡単です。いいマットレスを買うべき。これだけ。あの、ネットでさ、 何万ぐらい ?3、4万するさ、なんかくそ分厚いマットレス買ったの。もうそれを布団にしてるんですけど、それやったらさ、腰痛が良くなっちゃって、もうその時ね、その教員で働いてる時に、もうおせんべいみたいな布団で寝てたんですよ。本当に大昔から使ってるおせんべいみたいな、もうぺっちゃんこになっちゃった、おにぎりせんべいみたいな、薄い布団で寝てたんですけど、それでもう腰や,やっちゃって、もう起きた瞬間からね、7連金目みたいな、 バキバキの腰痛が残る布団で寝てたんですけども、やばいと思って、そのマットレス買ったら、一週間で腰の痛みがなくなって、で、それ今はずっと使ってるんですけど、もう一切腰はね、痛くなくなったね。で、それを覚えてから、あ、布団で寝るべきなんだ人間はっていうのに気づいて、あんまりなんですかね、こたつとかで寝ることの誘惑に、うん、負けなくなった。 だからちゃんとしたんですよ。そこ、そこの面でめっちゃちゃんとしてると思いますね。ちゃんと布団で寝る人は偉いと思う。ので、あれですよ。布団以外で寝ようとしてる人はね、ちゃんとした方がいいですよ <laughs>。体がおかしくなりますから。でもね、たまにさ、あのー、すごいよく曲がるさ、あのー、マッサージチェアみたいなのあるじゃん。リクライニングチェアみたいなやつでさ、 あの180度バーンって倒せるやつあるでしょ。まっすぐにできる椅子とか見ると、ああ、そこで寝たいなーって思いますね。ゲームしたまままっすぐになって寝てーなーっていうのはありますけど、ちょっとね、いやー、でもね、布団で寝る人が偉いっていうのは、ちょっと、布団で寝る人が偉いんですよ、一番。一番はそうなんだけど、たまにやりたくなるよねっていうのはありますね。だから、漫画喫茶とかでさ、寝る時の罪悪感ってやばいんですけど、そういう話を。 で、あとね、あのー、ちゃんとしてる人シリーズで言うとね、あのー、<laughs> あと二つあってね、あのね、これ私本当に、これは今もできないんだけど、片付ける人、偉いなって思います。ちゃんと片付ける人。私全然ちゃんと片付けない。あのさ、明日も使うものってさ、もういいじゃんって思うの。もう明日起きた瞬間から使うものはしまわなくてもいいなって思っちゃうんですよ。 で、明日使うものも出しといていいということは、明後日使うものも出しといていいんですよ。なんならもっともっと意味を拡張していくと、あ、今週どっかで使うものは、あ机に出しといていいんですよ。<laughs> そうなってくるとね、机の絵はどうなるかっていうと、えー、手袋でしょ鉛筆でしょ鉛筆、シャーペン、消しゴム、えー、マグカップ、メガネ、目薬、 何ですかあのー、あ,れあれあれあれハンドクリームもうそういうものがねうわーっと出てるわけですよめっちゃめっちゃ風吹いてる <laughs> めっちゃ外,の外にも怒られましたけどいやー本当にでもうそれを見てねゴリラ先輩は激怒するんですけどあのさもうちょっと片付けようって 小学生みたいなこと言われるんだけどねいやーダメだねちゃんと片付ける人は本当にすごいと思うあのでもう一個ねちゃんとしてる人すごいなっていうのがちゃんと挨拶できる人ってやっぱりすごいなって思うんですよ <laughs> でこのちゃんと挨拶できる人とちゃんと片付けられる人を痛感したのがねあの近年近年っていうかここ1年ぐらいすごくよく感じていて何かっていうと 私今ねあのバイトしてるんですけど飲食店でバイトしててなんか喫茶店で働いてるんですけどそのねまあこれも今度のどっかの雑談会で喋りますけどうちの喫茶店のアルバイトの人たちがみんなね能力者なんですよすごいハイスペックなんですもう何立ち居振る舞い完璧コミュニケーション二重丸でもう気遣い100点みたいな。 で、一人一人の処理能力もすごく高いし、なんか臨機応変、予想外の、あの、お客様の行動とかにも、もう、な、なん,んですかパニックになることなく、流れるように接客していかれる方がたくさんいらっしゃるんですね。で、そういう方を見ていると、総じて皆さん、ちゃんと片付けができて、 ちゃんと挨拶ができる方なんですよ。もう私ね、恥ずかしくて恥ずかしくて、このちゃんと片付けができる人に関してはね、もう本当にね、申し訳ないの。あの、要はさ、喫茶店だからさ、まあ、いろんな、なんか、小物があるわけじゃないですか。食器をここに戻すとか、あの、このメニューをね、お客様から預かったらまたここに戻すとか、お盆をここに戻す、おしぼりはここに入れる。 コップはここに入れるとか、いろいろあるんですけど、そういうのをね、ちゃんとやってる人はね、綺麗に直してくれるわけ。綺麗に次の人が使いやすいように片付けてくれるんですけど、私の戻し方と言ったら、お前は自分の家かっていうぐらい、<laughs> もうね、適当にポーンって投げて、ポーンってう投げっぱなし、やりっぱなし、放りっぱなしの、もう、ぱなしっぱなしでね、で、次の人が、あれこれどこにあ、なんか、 元の場所にないんですけど、これこれはどこに行きましたっけあの消毒スプレーがここにあったはずなんですけど、どこに行きましたっけって言われて、それが私のね、あのエプロンのところにちょっとスポッと入ってたりした。すいませんこんなとこにありましてとかいう話になって。<laughs> もう多方面にね、ご迷惑をおかけしてるんですよ。それはすごい思うわけ。で、私はそれ同じ理屈でやっちゃってるんですよね。後で使うからいいや。いい家のテーブルと同じ理屈で、 片付けるのを後回しにしてて、そういうことになっちゃってる場合が往々にしてあるわけ。もう本当にね、情けないなと思いますね。だからそういう人たちは、ちゃんと片付けできる人たちは、家でもちゃんと片付けできてるんだろうなって思う。その身の回りのものとか、自分の部屋とか、共用物、例えば洗面所とかトイレとか、なんかそういうのも多分綺麗になさってるんだろうなって、すごい思うんですけど、だから、私には <laughs> できる<な>。<laughs> 子供かって、あのー、言う話なんですけど、私できないですね。これはもうね、無理。気質だから。あ、でも、わかんない。後で使うからっていう発想がなくなったら治るのかなで、これ、ちょ、マジで、直近のね、課題なんですけど、えー、治したいです。片付け、ちゃんと片付けができる人になりたいよ、な、なりたいよねっていう話と、挨拶もね、本当にそうで、あのね、 なんかさ、微妙な時ないですかうちすごいさ、その飲食店のスタッフが多いんですけど、で、えっ、ー、と、自分が出勤してきて、おはようございますって言うんだけど、言いたい相手がたまたまレジをやってて接客中だと。ただ、その、えー、レジやってるその店員さんとは目が合うんですね。たまたま目が合う、えー、角度で、その人がレジの対応をしてたと。 ただ、声はかけられないからね。その、接客中だから、声はかけられないんだけど、私は、目だけで、あっおはようございますっていう目をね、視線を送るわけですよ。で、相手が感じ取ってくれたかなってのがわからない感じで、私はタイムカードを切りに行くんですが、その後、えー、その、レジをやってた人にね、後で、挨拶すればいいやと思って、ちょっと後回しにするわけですよ。そしたらね、 あ、その、後でを、私が後回しにしてるうちに、相手の方から、うん、あ、おはようございますって、言われた時の敗北感ね。はあ、やっちまった、と。<laughs> これじゃあ私が無視したみたいじゃないかって <laughs>。これじゃあ私がなんか、あの人レジしてるからもう挨拶なんかしなくていいよって思って、なんかないがしろにしてるみたいじゃないかと。まあ、実際そう見えてるんでしょうけど、なんて、 なんて存在に、な、なんていうの人をさ、おざなりにして生きている人間かというふうにね、日々思うわけ。それなんかね、私結構ね、うーんー、ノーマルじゃないタイミングでの挨拶ってどうしたらいいかすごく迷う時があって、なんかさ、あの、近くだったらね、挨拶できるんですけど、ちょっとすごい遠い場所に、お互いいて、で、なんかお互いなんかその、接客してるとか、なんか料理持ってるとかで、 微妙な距離感で挨拶がね、するには遠すぎて、おはようございますって大声で言うわけにはいかないから、ちょっと、あ、ごめん、今、声ではおはようございますって言えないんだけど、おはようございますみたいな、モーションをするじゃないですか。その身振り手振りだけで、あの、やり取りする、あの瞬間がすごい苦手で、なんか、ドキマギしちゃうんですけど。でもね、上手な人は上手なんですよね、その、ちゃんと挨拶する人はね、日々挨拶してますから、もう挨拶の経験値が違いますから、 どんな状況でもね、ちゃんと挨拶をね、挨拶として完成させてくるわけ。私にはその、挨拶がさ、不完全な挨拶は、もうどう頑張っても歪な挨拶になっちゃうんですけど、挨拶を、の鍛錬を組まれてる方、挨拶に関してもうトップを極めてる方はさ、どんなになんか不可解な状況でもさ、ちゃんと、あ、これは挨拶ですよ、ここまでで挨拶ですよ、っていう風に完結させてくるんですよね。 だから、具体的に言うと、その、遠くって挨拶として成立しなかったら、必ずちょっと後で、時間を後にずらして、え、さっきちょっと挨拶しにくくてすみませんでしたとか一言言ってくれてさ、おはようございます、ニコ、みたいな感じでさ <laughs>、言ってくれるわけよ。またそのなんか嫌な感じじゃなくてさ、あ急いよくてさ,さっきはすみませんでしたっていう、ちょっとした何ですか細やかな気、気、なんか気配り、もう添えてね、言ってくれるわけ。 もうなんて心地よいのかと。こんなに気持ちいい挨拶ありますかと。いうぐらいね。なんか、コミュニケーションとして素敵な挨拶をする人がたくさんいるわけ。そういう人がいっぱいいるところで働いてるとさ、自分も挨拶できてる気持ちになっちゃったりするんですけど、全然できてないですからね。<laughs> 挨拶をすごい助けられてるわって日々思うんだけど。だから、最近にめっちゃ気をつけてます。家でもちゃんとゴリラ先輩に。おはよう。いってらっしゃい。 お帰りって言います。結構適当にね、い、あのー、なんか私は茶化して言うタイ,ムタイプなので、おはようございませんとか言っちゃう人なので <laughs>。おはようさんさんとかさ <laughs>。どうでもいい <laughs>。どうでもいいダジャレとかね <laughs>。言ってる人間なので、ちゃんとね、そのなんか、相手に気持ちを届けるとかいう、あの、意思もなく挨拶。 日々してるので、それを挨拶と呼んではダメなんですよ。外に出た時の挨拶っていうのはちゃんと心と心を通わせるためのコミュニケーションが挨拶なわけですので、それを私は日々怠ってるので、まあ、全然ちゃんとしてないんですけど。だから、多分このラジオをね、聞いていらっしゃる方は、もうほとんどの方が今言ったような衣食住、あの、ご飯を食べるとか、えー、住所変更をするとか、 布団で寝るとかね、片付ける、挨拶をするっていうのがちゃんとできてらっしゃる方がもうほとんどだと思いますので。で,でも逆にね、あの、これちゃんとできてないなっていうのがあったら、あの、教えていただきたいですね。私はそこにマウントを取りますので。いやいや、私はそれできてますよってね、偉そうに言いますんで。<laughs> あったら教えてほしいんですけど。あ、それか、私よりひどい人がいたら教えてほしいですね。 これ全然ちゃんとしてないです。ご飯全然食べてないです。ちゃんと、あと、なんだろう、お風呂入ってないですとか、ちゃんと歯磨きしてないですとか。<laughs> そういうなんか基本的、超基本的すぎて、ちゃんとするものが当たり前なシリーズの、えー、ちゃんとしてないものが日常生活にあったらぜひ教えてください。<laughs> 私がちょっと偉そうに取り上げますん、ね、で。<laughs> はい。よろしくお願いします。というわけでですね、えー、ジャスト1時間ぐらいになってまいりますので、そろそろ締めたいと思います。えー、で、今後考えております雑談の、えー、テーマがね、実はいくつかあって、あのー、今日はね、まあ、軽いやつを初回なので、の雑談賞というものにしてから初回なので、まあ、軽いものをやったんですが、あのね、今度喋りたいやつはね、これいつになるかわかんないですよ。 数あるテーマの中の一つで考えてるのが、えーとね、陰キャ用キャロンとかいうのがあって、陰 <laughs> キャ用キャロンとか、オタクについて結構考えてる、あのー、ことが多いので、それについての弁論とかをいつかしたいですね。なんか、よくさ、あ、それこそね、バイト中によく考えてるんですよね。で、なんか、お客さんが会話で、なんかこう、あい,なんかあいつさ、なんとかかんとかでめっちゃ陰キャみたいだったわ、あははは、みたいな会話してる、 あの、アホなお客さんとかがいると、なんだこいつら、陰キャだ、陽キャだっ,つって、そんなもんで人間をくくり分けてんのか、しょうもないなって思いながら <laughs>、これなんか、陰キャと陽キャって、そういう言葉あるけど、本当はなんかどういう概念なんだろうって考えたら結構面白くてね、陰キャ陽キャ論は結構熱いですよ、個人的にはね。えー、ちょっとなんか要素チら見せしておくとね、陽キャなんてものはね、この世に、 いないい <laughs> いない説とかね。<laughs> えー、まあなんか、陰形キャ論の中にも説がね、4つぐらいありますね、今のところ。はい、とか、まあなんかオタク系の概論ですね。オタクの不況はなぜ難しいかとか、えー、オタクの、何ですか、オタク言葉、オタク方言って私はちょっと今命名してるんですけど、ちょっとそれについての。 え、なんか、弁論ですとかをちょっとしたいなって、いつか思っております。えー、逆になんか、こういうテーマで1個喋ってくれ。まあ、大体30分から1時間で絶対収めたいんですが、でかすぎるテーマは1時間、それで丸々1本喋るし、えー、ちっちゃいテーマだったら今日みたいに2本立てで、30分30分で区切ろうかなと思ってますので、なんかこれについて喋ってほしいとかいうのがありましたら、えー、ぜひお便り、 とかね、あの、グーグルフォームとか概要欄に貼ってあります。そちらとか、え w ツイッター、Twitter、でしたら、ハッシュタグ、チャコラジってつけていただくかして、えー、なんか、とりあえず私に <laughs>、メッセージなり、アクションなりを送っていただきますと、いかなる形でも吸収いたしますので、はい。あの、お時間のある方はそちらも検討していただけると幸いです。はい。というわけで、本日、えー、チャコラジ公開収録第2弾といたしまして、脱弾ショー 送りりししてま,いりました本日のテーマが「えー、ちゃんと」あ「あちゃんと」じゃないわその辺でちょっとフラフラできる人が羨ましいと「ちゃんとしてる人ってすごい」の2本立てでございましたはいではねあのー、この配信がいつになるか分かりませんがまた編集でき次第アップしたいと思いますので本日スペースの方でお聴きの方も、ね、ありがとうございましたではまた次のエピソードでお会いしましょうバイバーイ チャコラジでは皆さんからのお意見、ご感想、ツッコミ、無茶ぶりなどを募集しています。ハッシュタグは、ひらがなでチャコ、カタカナでラジ、チャコラジで、ね、ツイートしてくださいね。